はい、こんにちは。今日はですね、今から1週間、2週間ぐらい前ですか、ミルクココアを飲み始めましたという、動画をですね、出したんですけど、このね、ミルクココア飲み始めてですね、2週間ぐらい経ちましたんでね、2週間経った今、私どうなってるかというのをご紹介したいと思います。はい。ですね、まず飲み始めたきっかけなんですけど、前回の動画に、ね、見ていただければと思うんですが、私極度の便秘症で、便秘を解消するためにこのミルクココアっていうのを飲み始めました。で、最初飲んでね、すぐ分かったんですけど、これめっちゃ甘いんですよね。もうやっぱね、どちらかというとココアってこう子供がね飲む飲み物なのかなという感じですごく甘かったんで、実はこれをね、2、3回飲んだ後にピュアココアっていう、要はその、全然甘くない、もう純粋なココアだけの、粉のやつを買ってきました。で、それをね、今度飲んでみようと思ったんですけど、今度ね、逆にね、それはね、すごい苦いんですよね。で、私ね、このココアはいつも毎朝、モーニングコーヒー代わりにモーニングココアで飲んでるんですけど、さすがにね、そのピュアココアっていう、純粋なココアだけだと、非常にもう、苦すぎてですね、朝からね、ちょっといきなり朝一から、少しこう気分がねブルーになっちゃうんで、実はこのそのピュアココアをこのミルクココアの中にドボッと全部入れて、そしてこれをこう振ってミックスしてですね、今飲んでおります。するとですね、実はちょうどいい感じの甘くなくて、しかも苦くないぐらい、いい感じになっててですね、それを今毎日飲んでるという感じでございます。で、飲み始めて大体2週間ぐらい経つんですけど、ですね、懸案事項の便秘に関しては、そうですね。以前はですね、1週間に1回、ないし2回ぐらいしかうんちは出なかったんですけど、今だいたい2日か3日に1回ぐらい。そんなに劇的に解消してるというわけではないんですけど、以前はですね、本当1週間に1回ぐらいしかうんちは出ないとなるとですね、本当お腹がパンパンに張ってたんですけど、今はそういうパンパンに張るっていうことはないです。ただしですね、やっぱりどちらかというと、硬いうんちなので、トイレに行くとですね、ぐっと気張んないとなかなか出ないかなと。普通にスルスルっと出るっていうことはあんまりないのかなと。ということでね、まだ、2週間ぐらいだとね、目に見えるような効果っていうのは出てないのかなと思うんですけど、やはりここにですね、書いてる通り、ココア、食物繊維っていうのがたくさん含まれてますんでね、このね、効果にね、期待して引き続き飲んでいきたいなと思います。またね、これをね、1ヶ月、2ヶ月ぐらい飲んでどうだっていうのはね、またね、この動画で紹介したいと思いますんで、また、1ヶ月後、2ヶ月ぐらいもですね、また動画でご紹介したいと思います。はい。ということで今日はね、ミルクココアを、飲み始めて2週間ぐらい経ちましたよっていう、ご紹介でございました。この動画面白いなと思いましたら、グッドボタン。またぜひですね、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。はい。じゃあ今日はここで、この辺で動画を終わります。ご視聴いただきまして、ありがとうございました。